私の番ね。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし、本気で畳みかけるぞ。よし、上出来だ。へい。へい。先生可能。任せてましょう。こんなもんかね。
ヘイ。そこで、そこで。そこで。そこで。よっしゃ、たたみかけるぞ。よし、レジだ。よっしゃ、タン。行きます、タン。行くぞ、ヘト。私の番ね、そこ。任せろ。さっきタン。データ収集終了しました。
まさか全員行方不明になってるなんて。嫌な予感的中だな。自発的に消えちまったのか、それとも拉致されちまったのか。現時点では情報が少なすぎて、どちらの可能性も考えられますね。失踪した5人については氷山の一角かもしれない。クロスベル市全体ではかなりの人数が失踪している可能性が高そうだな。一体どれだけの人たちが消えてしまったのか。どうするロイド、一人一人を探すってのはさすがに難しそうだぜ。ああ、こちらの手が圧倒的に不足している。こうなると上からの圧力で一課が動けないのが痛いな。でしたら二課のドノバン警部に相談してみてはどうでしょう。以前手伝った貸しもありますし。いや、難しいと思う。ダドリー捜査官がわざわざ支援課を頼ってきている以上、ニカにも圧力がかかっているはずだ。なるほど、確かに。となると広域防犯課も状況は同じでしょうね。警官隊のマンパワーが使えればすごく助かるのだけど。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。おい新米ども、まさか何かしでかしたんじゃないだろうな。え、もしかしてその声はダドリー捜査官ですか。もしかしても何もない。お前たちルバーチに何かちょっかいをかけなかったか。いえ別に。現在は薬物捜査の方に専念していますから。あ、何かあったんですか。あったも何も、連中の事務所が何でもない。何もしてないなら構わん。そのまま捜査を続けていろ。あ、ダドリー捜査官から何かあったの。いや。なんだそりゃ。露骨に怪しいですね。ルバーチ商会で何かあったんでしょうか。可能性は高そうだな。これ言ってみるしかねえんじゃねえのか。そうね、抗争には関わるなって釘は刺されているけど、失踪者にマフィアが絡んでいるなら大義名分は立つのではないかと。なあ、ルバーチ商会に急ごう。見張りが一人もいないわ。ああ、昨日見た時は普段より多かったくらいだが、しかし争ったような形跡はねえな。ああ、もしかしてヘイユへの報復があったのかと思ったけど。ディオ、どうしたの。静かすぎます。建物の中から人の気配が感じられないくらいに。え、正確には一人中にいるようですが、それ以外は全然感じられないというか。おいおい、どうなってやがるんだ。中にいる一人というのはダドリーさんの可能性が高いな。よし、念のため中を確かめてみるか。ええ。
け。一体どうなっている、ルバーチェメ。何をしようとしてるんだ。お前たち。やっぱり中にいたのはダドリーさんでしたか。おいおい、一体どうなってんだよ。首を突っ込むなと言ったばかりだろうが。お前たちは薬物捜査の方に専念していれば。お言葉ですが、そんなことを言ってる場合でしょうか。やっぱり中に誰もいないみたいですね。先ほどから大声で呼んでいるが、誰一人として出てくる気配がない。かといって争った形跡があるわけでもない。一体どうなっているか、こちらが聞きたいくらいだ。確か一家はルバーチェの動向を監視していたはずですよね。マフィアたちがいつ消えたのか把握できていないんですか。昨晩警察本部に犯行予告が届けられた。クロスベル空港に爆発物を仕掛けるという予告だ。爆発物。そんなことが。急遽一家の人間が集められ、空港での警戒に当たることとなった。上からの指示でルバーチェを監視していた人員をそちらに回すという形でな。それで監視が引き上げた後に消えちまったってわけか。怪しいですね。その爆発物の予告はどこまで本当なんでしょうか。さてな。上の連中も一体何を考えている。どこまで警察の誇りを踏みにじるつもりだ。ダドリー捜査官。いずれにしてもこのままでは何が起きているのか把握することすら困難です。ここは建物内部を一通り調べてみませんか。おい、警察とルバーチの微妙な関係はもちろん自分も分かっています。捜査令状がない状態で矢探ししたら、どんな反撃材料を相手に与えるか、そのリスクも承知しています。ロイド。だったらなぜそんな無謀なことを言い出す。それどころではない状況になっている可能性が高いからです。昨日から今朝にかけて明らかになったことをお伝えします。信じられん。その教団の話は聞いたことがあるが、てっきり壊滅したものかと。いや、しかし、ことは人命に関わる話です。もしかしたら失踪者たちの情報がここに残されているかもしれません。ダドリーさんが納得できないのなら、せめて俺たちの、いや俺の独断専行をこのまま見逃してくれませんか。おいおい、自分一人で責任をかぶろうとしてんじゃねえよ。当然私たちも付き合うわ。支援課が取り潰されたとしても見過ごせる状況じゃないもの。ええ、一蓮托生です。みんな血は争えないものだな。その強引さ、奴にそっくりじゃないか。ね、違法捜査による証拠物件は法的な証拠能力を認められない。連中がどんな証拠を残していても見て見ぬふりをする必要があるぞ。それは構いません。今必要なのはこのクロスベル市において何が起こりつつあるのか、それを見極めることですから。ふん、一丁前の口を聞く。だがそれが分かっているならとやかく言うつもりはない。せいぜい足手まといにならないようついてくるがいい。ね、その見逃してくれるだけでは。この状況、お前たちのようなひよっ子どもに任せきりにできるとでも思うか。今からお前たちには私の指揮下に入ってもらう。全ての責任は私が持つ。反論は許さん。ダドリーさん、やれやれ、ほんと素直じゃないっつうか。やはり照れ隠しの一種ではないかと。うるさい。まずは建物内を一通り捜索していく。異常があればすぐに報告しろ。はい。
ここは前に通された応接間か。無駄に豪華な調度だよな。まさかこんな場所に犯罪の証拠はないだろうが。ティオちゃん、何か感じたの？ええ、前に通された時にも少し感じたのですが、この部屋何か仕掛けがありそうな気配がします。仕掛けのある気配？どういうことだ？何か機械的なギミックが存在しているような。すみません、気のせいかもしれませんが。いや、ティオスケの見立てに外れはありえねえだろう。なあ、少し調べてみるか。あれ、この絵臭いな。調べてみろ。はい。これはティオスケの勘的中だな。なんか差し込み口みてえなのが2つついてるみてえだが、何らかの鍵の差し込み口ではないかと。両方解除したら何か起きるかもしれませんね。よし、見つけたら試してみよう。これは？それは文字の入力パネル？おそらくパスワードの入力装置ではないかと。思わせぶりな鉄格子もあることですし。つうか、露骨に怪しすぎんだろう。適当に入力して開くものではなさそうだな。書き置きでも残してやればなんとかなりそうだが。そうですね、探してみましょう。これはマフィアの手下たちが読んでいた雑誌か。ああ、俺も愛読してるホットショットの最新号だな。パラパラ。おお、眼福眼福。ランディ、あなたね。まあ、ランディさんですし。まったく、今時の若い連中は。あれ、今何かページに挟まっていなかったか。あ、おお、メモが挟まってんな。これってもしかして下の部屋のパスワードのメモでしょうか。ふん、いかにもありそうだな。ええ、一階の入力装置でいろいろと試してみましょう。なんだか不自然に隙間が空いているな。誰かここの本を持って行ったのかしら。いえ、どうやら感圧装置が下に仕込まれているようです。特定の重さの物体を置いたら解除される仕掛けみたいですね。おいおい、どこのスパイ小説だよ。セキュリティのつもりか。だったら話は早い。それらしい重りがないかビル内を調べてみるぞ。わかりました。
この台座は金でできているのか。うん、うん、他の金属にメッキしただけみたいね。ルバーチェの資産力なら本物があってもおかしくないはずだけど。よし。しかしまあ随分と趣味的な仕掛けだな。なんで普通の鍵にしないんだよ。しかも結構なミラがかかっている仕掛けですね。おそらくマルコーニの趣味だろう。目新しくケレン味のあるものがとにかく好きだと聞いている。付き合わされる下の人間は大変かもしれませんね。ここは古い建物を改修した場所みたいですね。一家の推測によれば連中の武器庫になっていると目されているエリアだ。実際に中に入るのはもちろん初めてだな。この可動音は何か来ます。気をつけてください。何？なんだ広角系の魔獣。いや、なんだか機械でできてるみたいだけど。詮索は後だ。来るぞ。負けられない。さてと。そこです。俺の番だな。俺の番だな。任せて。そこ。行くぞ。そこ。私の番ね。よっしゃ。は。私の番そこです。任せてくれエディナ。これが俺たちの力だ。やっぱり機械でできていたみたいだけど。しかも相当手ごわかったぜ。何だったんだありゃ。自立式のオーバーマペット。財団でも研究されていますが実用化されていない兵器ですね。噂では例の結社とやらが運用しているそうですけど。エステルたちが言ってた謎の犯罪組織ってやつか。だがその兵器がどうしてここに。まさか結社の存在をお前たちが知っているとはな。それじゃあダドリーさんもご存知だったんですか。当然だ。リベールでの異変については一家は独自に情報収集している。さらに半年ほど前その結社の兵器なるものが闇に流れたという噂があった。真偽は不明だったがルバーチェが入手していたとはな。そんな話があったんですか。もしかしてマルコーニ会長が趣味で手に入れたものとか。ああ、いかにも奴が好きそうなガラクタだ。もっとも戦闘力は大したもののようだな。しかも今ので最後というわけでもなさそうです。やれやれ、簡単には進めなさそうだな。
バックを取られた。気をつけろ。任せてくれ。私の番か。おっしゃぜ。はい、そこです。行くぞ。やってや。私の番そこ。なんとかなったわね。よし、上げていこうぜ。任せて。そこ。行くぜ。行くぞ。えい。これが俺たちの力だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし、畳みかけるぞ。まだまだいける。よし、上げていこうぜ。はい、私の番。さてと、行くぞ。やってや。よっしゃ。任せてくれ。やっ、これが俺たちの力だ。よし、一気に行くぞ。よし、畳みかけるぞ。とっ、これが俺たちの力だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。チャンスだ。よし、かけるぞ。まだまだいける。
へい。よっしゃ、俺の番だ。やるぞ。へい。俺の番だ。チャンスです、皆さん、お願いします。へい。敵集団撃破しました。そこです。へい。敵接近、任せてくれ。注意してください。へい、任せて。へい、行くぜ。ほらよ。さて、へい。そこです。先制可能。よし、始めましょう。さてと、そこ、ここだ。さあ、よく気にボコるぞ。そこです。男行きやがれ。先制可能。始めましょう。よし、本気で。よし、上出来だ。先制可能。私の手、始めましょう。よし、やった。行くぜ。チャンスです、皆さん、お願いします。タワー、これで一安心です。